どうもとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバー恩師、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、始まりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。スタジオのエトスパトスロゴスでございます。お願いいたします。どうもお願いします。どうもすいません。どうもいいですね。街の方々、街の方々にご挨拶しております。始まりました。すいません皆さん、いいですね。ゼロ人のギャラリーに挨拶しました。ありがとうございます。さあ始まりましたけどもね、はい、さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオがですね、キコーナさん2店舗に行きまして、うん、はい、ビッグ1ポイント、はい、レギュラー1ポイント、はい、合計でですね39ポイントを目指そうという番組でございます。ございます。打つ機種はもちろんジャグラーでございます。はい、ありがとうございます。はい、さあということで本日の2店舗目はですね、はい、こちらでございます。ドドン、キコーナ府中店さんでございます。お、中風ですね。お、中風さんです。中風さんでございます。ありがとうございます。お世話になっております。すいません。さあというわけでですね、はい、本日2店舗目ということで、うん、ちょっと1店舗目ね、そうなんですよ、開いていきまして、なかなかちょっと厳しい戦いだったんで、かんばしくなかったですね。2人でね、開いてんさんでは25ポイントだったの、あと14ポイント、はい、ということでそれでいきましょうか。もうあと14ポイントでしましょうか、うん、そうしましょう。もう俺らが言っちゃえばいいでしょ。なんかこんな言い方してきたらだけど、うん、前回見てないでしょいやいや、やめろやめろ、それはそれはやめてください。見てます。前回見てないでしょ。忘れてるでしょ。見てます。見てても忘れてるでしょ。ずっと残るから、ずっと残っちゃってんのよ。あれはダメなんですね。はい、ダメです。開いてんでは10ポイントです。合計もうきついよ。10ポイントはここで29ポイントやばいってですね。やばい。ただ前回から、与えられました、新システム、ゴーゴーチャンスがございます。でゴーゴーチャンスあったら、うん、何でしたっけ。ゴーゴーチャンスというのはですね、はい、ペカッた瞬間に、はい、ゴーゴーチャンス使いますと宣言してください。はい、まず、はい、はい、で、ビッグかレギュラー、うん、どっちか予想して、うん、無事当てることができたらなんとプラス5ポイントもらえるという。だから5ポイントもらったところで、うん、24ポイント取んなきゃいけないわけだから。そういうこと。1人12。無理よ、もう、うん、こんなこと言っちゃいけないけど無理ですよくないねでも大爆発したらまあね、うん、そうやりがいはありますよ。そうだよ。で、平井店さんでは僕はもうゴーゴーチャンス外れてますから。そうです。もう本当に救いようのない絵になってるかと思います。本当です。はい。魚持って見ていただければというね、はい、そこを見てからこっちを見ていただければよろしいんじゃないかということで、はい、で、最後にこれだけ渡しておきます。ありがとうございました。こんなね、はい、モザイクかけてください。すいません。現金の授与ということです。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。これが私の軍資金になります。軍資金になりますから、はい、それ持って頑張ってください。はい、ということで早速行きましょうかね。それでは行きましょう、はい、それでは今回も頑張るよ、レッツラゴー。さあ店内入ってきましたけども、ましたいや、すごい混んでますね今日ね。結構混んでますね今日 ね、はい、なかなか空いてる台が。あ、そうなんですよ。こっそり見ますけどいつもの台は当たってますね。どうしようかね。ちょっといいっすか。はい、僕好みの台がありますよ。いや結構いってるね。結構いってるんだよ。スタートだから、はい、気にしないじゃない、これは今。まあね、まあね、そう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 、自分がはめたわけじゃないから。そう、だからここ逆にはめたのをいただいちゃうっていう、ね、そう、パーンって当たってコンサートでバババババって当たる気がするのよ、俺こういう台。なるほどね、うん、じゃあ俺も逆に横のをまあまあハマりよ。なるほどね。2人でこうやってみる。うん、いいんじゃない。逆にちょっと正直言うと台もないし、うん、サクサクっと座ってちょっとやってみようか。うん、やってみるだけやってみよう。やってみよう、じゃあ。はい、さあ早速打っていきましょうか。よいしょ。はい、お願いいたします。せーの、あ、せーの、おお、まあまあ、すんごい光るするよ。ちょっと待って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 、え、見て、え、なんもないっす。怖っ怖っ
怖っ、何今の。ゾッとしたな今。ゾッとした、何今の。ゾッとしちゃった。うん、びっくりした。こんだけハマってようが1000円でありえるからね。そうなんだよ、関係ないからね。それ期待してこの台座ってるところあるしな。でもだからこの誰か様がはめてくれた分回収できるかどうかっていうね。そうね、もうそこですから。うん、そのためにももう一発目を早めにね。そうなんだよ、もうやっぱまだ3000円、4000円ですか。4000円ですね。まだ大丈夫だよ。怖いよ、だって見て最初はほらもうほら震えちゃってるもん、もう怖くて。ティラノサウルスうち。お。伊地さん余裕あったんですね。まだだいぶ余裕あった。でも緊張ですよ本当に。俺も800超えてちょっと怖くなってきたな。怖いよ。うん。あれ？あれ？お、おざすいません。おざさん、やめてもらっていいですか？おざさん、マジで。すいません。え？なんかボケを思いついて始めたと思うんですけど、うん、ごめんなさい、光っちゃったんで。今もう序盤も序盤の。あ、すいません。震えてきたって言おうとしたら。だってジャグラリ光らせるっていうことが一番の名目の番組なんで。はい、知ってますよ。すいません。すいません。うざったいな。なんかダブルで腹立たしいな。いやだからね、前も言ってたね、ここ大事なのよ。大事。一発目でどうなるか。前回もバケから始まったでしょ。うん。俺もバケからだったじゃん。そうだ。一発目バケだとダメなのよ。おっ。今もう俺言ったじゃん、前回も言ったじゃん、うん、そうだ、一発目ビッグやったらもう絶対勝てんの。確かに、いいね、今までの流れだと。いい流れ。そう、じゃあすいません小田さん、震えスタートしていただいて。あ、震えでいいですか、スタートで。あ、じゃあはい、すいません、音響的な問題でボーナス終わってからでいいですか。あ、わかりました。すいません、はい、私にそんなチャンスを与えていただけるなんて。すいません、いつでもやります、そんなもん。ここで弱連かますかどうかよ。そうだね、一回転来ちゃう、一回転。なんか早めに当たりそうな気もするね。来てほしいよね、うん、もう一回軽く、一回さ、うん、ほら、やっぱね、500以上余ったって来る気するよね。すごいね、これはいいよ、うん、これでビッグだったらいいです、いいです。これでビッグだったら何がどうこうじゃなくていいです、いいです。それはいいんだけど。行きますか小田さん。あ、いいですか。いいです、久しぶりに行きましょう、コンビで。ありがとうございます、小田さん。小田さん、ありがとうございます。いやいやいや、先生小田さん、それ何、あざす、それ何なの。え、このあ、こうか、あざす、先生、あざす、あざす。いや、おめでとうございます。すいません、素晴らしい、めちゃくちゃ嬉しい。うん、じゃあもうやるよ、本当はやりたくなかったけど。何、はい、な、本当はやりたくなかったけど。はいはい、あー、ありがとう。はい、ありがとう。もう特別よ、ごめん、これでもらったわ。特別だよ、うん、本当はやりたくないんだけど、俺だってなんで前回勝ってないから。あ、なるほど、本当やりたくないけど、もう特別にコンビだから。ありがとう、小田さんも出してほしいから。優しい、あげたわ。またもう早くレンジャーしちゃったらいいよね。マジで、はい、さっきの手の震えるボケはボーナス終わった後にしてくださいって言ってたじゃん。言ってたよ。なんかすぐ来る気がするから俺、うん、始めなかったの。実はね、うん、で本当に来たから、うん、やんなくてよかったなって思ってるし、うん、今あれやったところで多分もうカットになるからもうやりたくないです。一応だからオンエアどうなるか見とく、やっとく、分かりました。これ からだからこれカットされてたら、うん、あのスタッフさんが、はい、あ、つまんないなと思ったんだっていうことだ。分かりました、ちょっと一回やっときますね。一回やっとこうか、はい、オンエアお楽しみに。無茶です。
何が一番嫌だって、やっぱこの感じでカットされるの嫌なんだけど、うん、まだ救いようがあるのが、うん、イジさんのティラノサウルス内からカットされてたらまだ救われる。それもあるよ、それもある全然あり得る。そうだよ、それがなんなら、なんならそれが多分一番濃厚なんじゃないかと、うん、ティラノサウルスからなし、うん、あと逆に一番悪意のある編集で、うん、このフリートを後まで使っといて、うん、小沢が打ってる時だけ切られてるとかある。イジチさん、ん？俺880いってるわ。あー、なかなかちょっと怖いね、うん、怖いね、ちょっと怖くなってきちゃった、うん、あれ、どうしたんですか、小沢さん。あれやばい、震えてきた。どうしたんですか、小沢さん。あれ、なんですかそれ。水金打ちです。でもやっぱこの1000近くまでさ、大幅にするとさ、はい、出た後なんか連チャン必要な気持ちはあるよな。そう、まあ、確率論だから変わんないよ、変わんないんだけど、なんか気持ち的にはめちゃくちゃ連チャンするイメージあるよな、うん、やっぱね、それ期待してこの席、この台選んだから。そうだよね、うん、おい、おお。ああ、席出ちゃった。おじいちゃんの、おじいちゃんも。ゴーゴーランプで買ってびっくりして席出ちゃうっていう。いきます。あ、これは怪しい。怪しいこれは怪しい。これ、あ、押せないっすか。あれれ。これは怪しいよ。ほら。あ、まあまあまあ、まあまあまあ、2回ビッグ引いてますから。で、100以内だしね、またね。そうそうそう、素晴らしいよ。ここでまた10回転以内とか引いちゃったら熱いよ、うん、もうだってポイントは3ポイントいってるからね。そうなのよ、うん、いいよ、1人12だからね、うん。でもこれはね、これに関してはね、いくら俺が良くても、うん、おい、これはこれはすごいぞ。これはすごいこと起きてますよ、うん、これは結構すごいこと起きてます。めちゃくちゃいいよ。ちょっとこっちから、うん、まあ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 でしょう。すごいな、4ポイントだから俺12ポイント見えてきてる。ちょっと見えてきてるよ。小沢さん、回転数見てください。あ、おめでとうございます。タンタカタン、タン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 タカタン、1000回行きました。まあ自分で全部回したんじゃないとはいえ、そう。ジャグラーの1000回って久しぶりに見ました。うん。僕もです。電気壊れてます？電ゴは？ここ。電気壊れ？電気壊れてるんじゃないのこれ？いや、1030とかもう逆にちょっと。どこまで行くのか見たくなっちゃってるもん。ちょっとね、俺もね、もうそのくらいハマったのが見たくなっちゃってる、うん、ちょっとだからこのさ、うん、コメント欄でさ、やっぱこの番組見てくれてる人は、うん、やっぱね、もちろんその自分でジャグラー打つって人も結構多いと思うんだよ、やっぱり、うんうん、だから本当にそのボケなしで、うん、マジの情報で、うん、最高ジャグラーで何ハマり、その機種、ゴーゴージャグラーなのか、うん、アイムジャグラーなのかとかも添えて、うん、何回転ハマったの見たことあるよっていうのを、うん、見たことあるんですよ。自分で経験してもどっちでもいいですし。で、俺はもう、うん、その皆さんのコメントの、うん、一番上行きたい。正直、もうでやめてくださいね、皆さん。コメントなしが一番辛いんで。継続になったら、はい、継続になったら、なりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。こういうの嬉しいよね。こういうの嬉しい、本当に嬉しいよ。見てくれてるって言ってたもんね。うん、ただちょっと確実にこのカメラ回って今しゃべってる最中なんで入ってきたっていうのはちょっといかんせん違いますけども。それは聞こえてないんでしょ。なんでこんなやつが今日当たってんだよ。ありがたいですね、でもね。ありがとうございます。すいません。本当にありがとうございます。
本当に見てくれてる人だったな、ね、継続おめでとうって言ってね、そう嬉しいよ、嬉しい嬉しい、ありがたい、嬉しいよね、そうなる、だからね、うん、僕ら2人でさ、うん、YouTube やってるじゃん、コンビの YouTube、 はいはい、そっちのコメントとかね、うん、僕の SNS、Instagram とか Twitter とか、うん、そういうののコメントでも、うん、別にこの番組のことをつぶやいたことじゃない、光りました、すいません、すごい、一旦揃えていきましょう、よし、うーわ嬉しい、ありがとう、我々の YouTube にもね、何ですか、そうだ、我々のね、うん、この SNS とか YouTube とかにも、うん、このエトスパトスロゴスのことつぶやいてないのに、うん、ジャグラーもっと打ってくださいとか、うん、継続させてくださいとか、うん、ジャグラー打ってるとこ好きですとか、うん、この番組の反響的なコメントを結構いただくんで、そうね、結構広まってきてくれてるなと、ね、確かにありがたいですよ、嬉しい、あとやっぱその僕の釣り仲間の、うん、やっぱの釣り仲間って、うん、僕年齢層幅広いんで、うん、僕釣りが趣味なんですけど、はいはい、やっぱ若い子から、うん、おじさま方まで釣り仲間がいるわけですよ僕、うん、そのおじさんに会ったら、うん、市地くん市地くん、ジャグラーの番組すごい楽しみで見てるよって言ってくれたんですよ、うん、でも恋愛の方は全く見てないけどねって言われたちょっと一言余計言わなくていいんだけど、うん、でもやがそう見てくれてるという、ああでも嬉しいね、そうこのチャンネルは見てくれてるんだね、そうそうそ う, そう嬉しい嬉し い, 嬉しいよね、いろんな、ああ光った、光った、なんかちょっと二人してさ今さ光っちゃったって思ったよね、そうそう俺マジで光っちゃったって言いかけた顔が多分ねそういう顔してたと思う、いやでも小沢さん平井店からトータルしたら、うん、まあまあ入れてんのに、うん、光っちゃったっていう表情すでしてたからさすが芸人なんですよ俺なら喜んじゃうもん絶対、ちょっとね今ね光っちゃっただったな、1083はさすがです、1083はいるもんな、1083いっぱいいます、すいません中途半端でした小田さん、いくらで投資いくら、12000円、ここ行こう、ここはもう俺も心からビッグを願ってます、はい、ここはビッグ行きましょう、さらっと、もうここはもう、おーすいませんありがとうございます、小田さんちょっとバケ欲しかったと思っちゃいました、すいません、あら俺それは思ってないわこっからよ、こっからこっからこっから大事、こっからの方が何ならドキドキだよね、そうよ、こっからの方がなんか本当の勝負が始まった気がする、本当の勝負が始まった、やっとスタートラインに立った、うん、なんかエトスパトスロゴス史上を、うん、一番ちょっとなんか勝ちたいかもしれない今やっぱこの今日一日の流れで、うん、前回からの流れでやっぱ平井店で2人ともちょっとあんまり芳しくなくて、うん、でここで1000回はめて、うん、ここからの大逆転ってやっぱちょっとすごくない、今回が一番勝ちたい、そうしかもなんかいつも、うん、その自分のお金的には負けてるけど、うん、ポイント的には大丈夫みたいなのがあったけど、そう今回ポイントも全部危ないから、そう全部頑張んなきゃっていうね、うん、本当なんかいつになく、まあ、いつも真剣なんだけど、そうよいつも真剣じゃないみたいに聞こえたらちょっとあれなんですけど、うん、いつになくちょっと今日は真剣かな、なんか光らしたいね、うん、もうそろそろ光ってよ小沢さん、そうだよ、もうそろそろもうパンパン行っちゃおう、行っちゃってる、やめてください小沢さん、後輩のやつを後輩のやつをちょっと弱くやんのやめてください小沢さん、行っちゃってる、後輩のやつをちょっと受けない感じでやんのやめてください一旦サクサクっと100は超えさせていただきました、軽々と軽々と、早かったですね、早かったですね、早かったですね、小沢さん、もうそんな俺レベルになったら100なんてそんなもんすぐだから、うん、1000回はめた意味がなかったですね、小沢さん小沢さんなんかオカルトだけどね、うん、はまったら出るんじゃないかっていうので、うん、完全にはまり台になったけど、うん、全く意味なかったですね、うん、パリの街並みみたいですねやっぱね、今回はね、やめてください、無理やり無理やり今、うん、絞り頭で絞り出すのやめてください小沢さんやっぱエッフェル塔があってね、やめてください、お願いいたします
なかなか厳しい。小沢さんなかなか厳しいよ。なかなか厳しい。小沢さんなかなか厳しい戦いです。うん。ちょっとかわいそうです。さすがに。さすがにちょっとかわいそうになってきました。なんかここら辺で大移動もありなきしてきたのちょっと。なるほど。今このメダル持ってるから。うん、確かに。ちょっと一瞬見てくるわ。はい。すいません、小沢さん。何でしょう。ちょっともう一周行ってきます。すいません、小沢さん。はい、おかえりなさい。もう二周行ってきます。いや、なんでなんで戻ってくるの、一回一回。ちょっとないんでしょ。すいません、時間ないのよ。あと二周してきていいですか。まあいいよ、じゃあ行ってください。1、2、はい、2周しました。何してんのねえ。2周させていただきました。あれなくなってんのこっちは。 あなたが行ってる間に。あれ小沢さん、そんなね、人に優しく突っ込める余裕なんてないんだ今もうこっちは。ちなみにですけど小沢さん、うん、どうするんですか小沢さん。大移動それともこれで行くんですか。ちょっと見てきていいですか。リアルにね、リアルにやってたからね。リアルに行ってきてください。ちょっとリアルに行ってきますね。はい、すいません。ん、伊地さん、はい、どうしますか。ここで打ちます。怖いよ怖いよ。こっからの追加投資はちょっと俺切ないわ。見てて、隣で見てらんなくなっちゃう俺。切ない、切ない、結構切ない。マジでこんな言い方したらあれだけど、うん、マジであのボロ雑巾みたいなわで、あの紙が、紙幣が入れなくなる。もうお前やめろって言ってんだよ。これ以上入れなくていいって言ってんだよおー、光った。お、よかったね。ほらほらマジでよかったね。マジでよかったじゃん。ちょっともう見えなくなったよ7が。よし、おめでとうございます。ほら、おめでとうございます。小田さん、はい、今ね、すごい嬉しいと思うからね、うん、今言うことじゃないの分かってるんだよ、うん、今言うことじゃないこと分かった上で言わせてもらうんだけど、うん、打ち方キモかったね、うん、今言うことじゃないちなみにあと何分ぐらいなんですかね。あとね、45分ぐらい、うん、なるほど。ちょっとそろそろあのゴーゴーチャンスの使い時も考えつつね、うん、やっていかないとね、まあ、なんかね、うん、本当によ、うん、こんなこと言っちゃダメなの分かってんだけど、うん、まだもうで俺らが光らなすぎて、うん、使ったところでみたいな状況になっちゃった。いやいやいや一応さ使おう、こんなことじゃ元も子もないんだけど、うん、使ったところで無理だしっていう気持ちになっちゃった。まさかだけどこのまま使わないで終わろうとしても使わないで終わっても最悪いいんじゃないかなっていうじゃあもう罰ゲームをしましょうか。やめて、罰ゲームしに行きますかダメだよダメですか。ダメだよ。ダメですか。それが一番話早いかもしれないけど。早いのよもうこんな辛いことないよ。確かにね、もう中盤で罰ゲーム決まっちゃってるっていうなんなら前回で決まっちゃってるっていう元も子もないけど、うん、こっからはおじさんたちがただジャグラを打つっていう動画ほのぼの動画ですもんになりますか。ほのぼの動画になります。なるほど、はい、ありがとうございます。投資いくらだっけ。4000。なるほど、まだ投資は少ないけども。おっ、おい、ちょっとね、本当に嬉しい。うん、あ、ちょっと不吉です、小田さん。
すごい嬉しくて上見たら不吉です。でもでも 4が集まって幸せっていう、ほらいいこと言った小沢さん。使う使うか使うか使おう行くか、うん行こう。今言ったもんな、うん、幸せ444で幸せ。もうこれビッグバケク比率関係なっちゃうのにビッグ行こうか、行こう幸せで、うん、行きます。ゴーゴーチャンス使います。よし行きます。ちなみにどっち？ビッグです。ビッグ分かりました。今の幸せで聞いてるから、うん、行きましょう。はい行きます。はい。いやこれは俺悪くないよね。これは俺悪くないでしょ。狙ってるもん。残念でした。リプレイでした。当たるか。結婚はリプレイでした。当たるかそんな。当たるか言い返しだよ。あ怖い。小田さんズコーンズコーンズコーン。はい罰ゲーム。はい罰ゲーム決定。ありがとうございます。もう決定してたけど、うん、本当にあのもう、はい、今あの野球で言ったら、うん、もう15対0ぐらいだったのに、うん、もう30対0ぐらい。一気に一気になんかもうちょっと今のが最大の見せ場。そうこの見せ場すらダメなんだっていうね。だからもう今のでズコーってやっててスーってなってエンディングで絵が浮かぶ。おおすごい。何今の。え何めっちゃ遅れ、超遅れ、超遅れ、ね、すげえ。え、これビッグ？これビッグだ。ここだったじゃん、ここだったじゃん。これダメなのか。これダメです、確定演出の時は。確定はダメか、はい、ただ、なんかなんかさ、さっきの流れで言ったらさ、うん、30対0なのにソロホームラン打った感じ。いや、そうそう30対1なんか、うん、30対1の全く意味のないソロホームラン。なんかただなんか、最後もがいて、うん、結果その何にも関係ない1点だけ取り返したっていうね。そうね。今30対1です、まあまあ、今ちょっと意地見したんじゃないの。ちょっと意地見した、うん、おいおおおい。あ、30対2です。30対2です。最後に意地見してる2人で。いや、いいよいいよいいよ。もう勝敗決まってんのに、うん、初めてだよ、この2店舗で2人でボーナス鳴らしてるのは。確かに、いつも大体あるんだけどね、2人で取る時1回ぐらいは。そうだね、今回なかったか。今回なかったね。嬉しい。うん、100以内に来ないね。そして2人とも100回超えるというね。超えるという。はい、はい、おはい、はい、あ、あい、あい、かっこかっ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 チャンス。よいしょ、来ました。ありがとう、皆さん。よいしょよいしょよいしょ。お、このまんま待機しようかな。あざっす。待機しようかなって何で起こすの。あざっす、嬉しいです。待機すら続きなかったでしょ。嬉しいです。いや、よかった、おめでとう。なんか気持ちが盛り下がっちゃってたから嬉しい。そうだね、なんかおめでとう。でもなんか、うん、俺ね、シーズン1と比べてね、うん、シーズン2でかもう確実に変わったことはね、うん、本当にビッグを引く。まあ確かに私はね、シーズン2になってね、はい、変わったことはね、はい、ペカらなくなった。シンプルペカらない。そのペカってバケだビッグだとかいう問題じゃなくて、うん、ここに光が見えなくなった。だからなんかこれやっぱさ、うん、コンビとしてのさ、うん、バランスってあるんだろうね。そうだね、前まで俺がガクだったからさ、うん、小沢さん良かったけどさ、そう調子良かった。俺が上がってきたら小沢さん沈んだもんね。そうなんだよな。やっぱなんかあんだね、なんかコンビでバランスってやっぱあんだろうな、うん、面白いもんだわ。そうなんだよ。あと10分だって。おあと10分、あと10分、マジでやろうかな。あと10分え、マジで違う機種打とうかな。マジで、ね、ほらその今まで、うん、何回もやるやるってやってこなかったけど、うん、マジでやろうか。俺今日に関しては止めないよ。でも今日の小沢さんだったらスタッフもね、うん、スタッフさんももういいって言うんじゃないかな。言うと思う、うん、だって
相方の俺が近くで見てて、うん、すごいかわいそうだもん。俺って偉いと思わない、うん、なんか感情も出さずさ、いやすごい、だからええとも言わずにさ、俺がね、うん、そのいつものそのね、このチャンネルをね楽しみに見てくれてる人だったら分かると思うけど、うん、俺がその小沢さんの立場だった時、うん、切れてるもん。そうだよね、小沢は大人よ。そうだよ、全然喋ろうとしてるもんって。うん、そうそうだよ、大一方大人小沢さん、いいんだよ、こっちだってもう喋んなくたっていいんだけどさ、うん、どうせさっきのゴーゴーチャンスのところで終わってるわけでしょ、多分これももうそれは分かんないから、それは大人だよ、小沢さん。そうだね、うん、やっぱ大人になりましたよね、結婚して。やっぱりすごい落ち着いたね。うん、落ち着きましたよ、丸くなったもんよ。267すげえ確率すごいね。ああ、おめでとう、おめでとう、おめでとう。98回転ギリギリで、うわ嬉しい。びっくりした今。え、マジでびっくりした。な、何が？リプレイ揃った瞬間そっちからの俺なんかもうさ、小田さん変な薬やってね、幻覚見えちゃってんじゃん、頭おかしくなって。幻覚と幻聴が見えちゃった。これやばいよ、これやばいよ、小田さん。あの人ホワイトボード持ってんだよな当たった瞬間か、なくなった瞬間に終了って出すんだろうなやさぐれたね、最後とうとうここまで笑顔でやってたけど、うん、お仕事してた。最後のほんと数分でやさぐれたね、急に、うん、俺多分今もだって姿勢がもうなってない。そうだよ、もう到底ね、うん、普通にこう表舞台に立つ人のね、うん、雰囲気じゃないもん悲壮感がすごい、すごいよね、うん、3回もリプレイ続いたもんな、最後に終了ちょうどちょうど辛いな、待っててくれたんだね。これは辛い、小沢さん。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。決戦が終了いたしました、はい。結果はいかがだったでしょうか。小沢さん、はい、あのね、カメラ回ってそのテンションやめてくださいって言いたいけど、うん、今回に関しては、うん、そのテンション許します、うん。ありがとうございます。ちょっとかわいそうです、小沢さん。はい。ちょっと小沢さん、え、世の中って灰色になったんですか。いや、やめてください。やめてください。視界奪われてるの、小田さん、うん、識別能力なくなっちゃってるの、すいません、ちょっとあの、はい、声のトーンがこんなんなので、ちょっと私がじゃあ伊地さんちょっとお願いします、はい、私もです、言っても今回9ポイントということで、そして小沢さんが3ポイントです。3ポイントということで、結構な時間打ちましたけど3ということで、うん、はい、しかもそれが嫌だから、はい、ハマってる台を打って、はい、連チャンに期待したのに、はい、そこから立て続けにハマるという、はい、もう手の力がないです僕の今の3はこれです、はい、ということで完全ノックアウトされた状態なんで、はい、2人で合計12ポイントということで、はい、そしてせめてものを盛り上げば、はい、ゴーゴーチャンスも生かせず、生かせず終わりましたね。終わりました。で、何ですか？というわけで、はい、罰ゲームがありますね、あるみたいなね。もういいです、これもうここにちょっとあれなんですけど、小沢さん引いてください、もうこれはもう、私引きますか？これはもう小沢さんが引きましょう。了解です。これはもう小沢さんがもう、ね、はい、見ない状態で、はい、はい、いや、引いてください、小沢さん引いてください、小沢さん握力ゼロ、おかしいのよそれでいいですか？はい、いきます、はい、何でしょうか？ズドン、次回の実戦前に撮影店舗周辺の清掃活動をすることいやいや、ちょっとさ、だからもうちょっとさ、前までは直接俺らにかなんかするみたいなことだったけど、これもうだからなんかさ、悪さした人のさ、そう反省してくれっていうやつじゃん悪いことはしてないのよ、別にだし反省でこうやんなきゃいけないっていう、そのなんかいいことだし、そうなんかこれについて、いや、ふざけんなよとか、いいです、言えないし、だからまああれですよ、うん、まあまずいいことをまず最初に貢献することによって還元していただくっていうことで、確かに確かに、これはもう心も清めるということで一回掃除を、でも
言っときますけど、僕の傷は今もうだいぶ深いところまで行ってますんで、はい、次回これ清掃活動でゴミ拾える握力が戻ってなかったら申し訳ない。それはこの1ヶ月間で戻してください、その握力だけは。それはもうこの傷は癒えないかもしれない。握力だけお願いいたします。はい、ありがとうございます。というわけでですね、はい、次回こそこの新ルールになってから、うん、激ムズになってますんで、激ムズ、急にマジで激ムズ、急にその39は余裕だったのに、うん、こんなに遠いかっていう、うん、なってますんで、次回こそは、うん、リベンジしましょう。なんとかリベンジしたいなと思いますんで、はい、逆に次回見ものなんで、そうですね、ぜひとも引き続き見ていただいて、チャンネル高評価とチャンネル登録、はい、そしてコメントの方寄せていただければ嬉しいなと、ぜひお願いいたします。はい、はい、というわけでまた次回もぜひ見てね。ありがとうございました。